はい、皆さん、こんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、中の人へのたわいもない話ということで、この動画では LINE のうざいやつというものをね、見ていきたいと思います。僕らね、日常的に LINE 使いますが、時にはね、うざい LINE が人から来たり、また時にはね、自分が人にうざい LINE を送ってしまったり、することがあるかと思うんですが、そんな時に思い出してほしい LINE のうざいやつ、早速見ていきたいと思います。LINE のうざいやつ、まずね、顔文字だけ送ってくるやつ。基本的に顔文字ってね、スタンプよりこうメッセージ性が少ないですよね。もちろん顔文字なんで、基本的に文字が入ってないっていうね。大体こう人の表情ぐらいしか分かんなくて、頼んでるのか謝ってるのかもよく分からない、そんなね、顔文字ですが、顔文字だけ送ってこられてもですね、しょうがないからこっちも顔文字だけね、返してこうごまかすか、毎回毎回どうしたのっていう絡みになるじゃないですか。これどうしたのっていう絡みって大体どうもしないんですよ。それはさておき、顔文字だけ送ってくるのってね、月に1回とか、週に1回ぐらいならまだね、どうしたのって絡みでも別にそんなにうざくはないと思うんですが、これ数日に1回とか、週に何回ともね、何回からうざいか知らないですけど、そんな何回も送られてもですね、毎回毎回どうしたのって話になりますし、どうしたのって言ってもですね、どうもしないんですよね、正直言ってね。週に何回もね、どうかすること大好き、基本的にね、人間ね。一緒に、仕事していればね、多少はね、業務上のトラブルがあってね、聞いてほしいことがあるかもしれませんが、そんなね、プライベートな付き合いでね、そんなバン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 ね、そんなね、っていう、そんな顔文字だけ送ってこられてもね、っていうね、困るよね、っていう、そういうことありますね。これ非常に困ってしまうという感じです。はい。これね、僕の実際のね、体験に基づいてるんだなってことが、なんとなくね、これをね、見てる人にもなんとなく伝わってきたかなっていうね、そんな気がしなくもないですが、まだね、何をともあれね、次行きたいと思います。連投ね、顔文字の連投とかももはやね、もう論外レベルで勘弁願いたいですけど、スタンプの連投もね、連投もね、勘弁願いたいですけど、普通に考えて、連投って何なんだっていうね、開業しろよっていうね、お前開業って概念ないのかっていうね、お前普通に考えてさ、原稿用紙にさ、一文書いてまたさ、原稿用紙2枚目行くか、普通原稿用紙書き切ってから2枚目行くべみたいなね。確かにすげえスーパー長文な LINE の場合はね、確かに分けてもいいかもしれませんが、1行書いて、また送り、また1行書いて、また送りってね、気づけば通知が3件くらい来てるぞ、みたいなね、そういうことありますが、それもちょっとこうなんか、っていうね。で、これもっとうざいのがね、まだね、それぐらいのね、ことなら、そんなにそういうこともあるよ、そういうね、コミュニケーションの取り方もあるだろうということになりますが、もっとうざいのはね、A 件についてはね、こうで、あの件についてはこうで、この件についてはうんぬんかんぬん、その件についてはうんぬんかんぬんと。ね、お前もうちょっとさ、タイミングっていうのをさ、お前タイミングって概念あるか、お前に、みたいなね。そうなってきますよね。なんでさ、一気にさ、たった短い1時間とかさ、15分の間でさ、A、B、C、D みたいな感じでさ、ポン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 ってさ、あの件はどうなった？この件はどうなった？その件はどうなった？めんどくせえよっていうね。お前俺が見た時どう思うと思う？全部どうでもいいよと思うよね。普通に考えてね。それ勘弁願いたいですよね、本当にね。なんでさ、こう、な、なんでこの短い期間で一気に聞くのみたいなさ、お前のこと別にそんなに超スーパー好きじゃねえよ、みたいなね。そういう風になってきますよね。時々これね、上司とかがね、月末とかにね、月末って大体こう処理がね、かさむんですけど、大体どんな業界でもね。上司がね、こう、あの件については、 A 君、あの件については、この件については、その件については、確かにね、報告しない僕も悪いとはね、そういう解釈できますけど、なんで一気に聞くのっていうね。てかそれ言ったしこの前みたいなね。そういうことありますね。人生ってのはいろいろです。はい。いや、結局っていうね、人生はいろいろっていうオチなのみたいなね。そんなこともありますけど、連投っていうのはね、ちょっと勘弁願いたいですね。そんなに一気にいろんなことを同時に聞くんじゃないっていう、そういうことですね。はい。ね、そしてですね、次。何でもかんでもね、通話したがるやつ。非常に勘弁願いたいですね。これね、1から10までやたら電話してくるね、女性っていうのも世の中にはいると思うんですが、男性でもいますね、これね。明日の集合時間とかね、こうね、LINE をちょっと遡ればわかることをですね、いちいち電話してくるっていうね。非常に勘弁願いたいっていうね。何なんでしょうね、一体あれはね。もう全くわからないですね、僕にはね。電話かかってきて、電話ってか LINE の通話がかかってきて、何回かかってきてて出ると、明日の集合時間って言って、お前少しさ、LINE さ、グループの LINE 遡ればわかるやん、みたいなね。そういうことありますけど、そうやってね、確認もせずですね、やたらね、何度も何度も電話してくるやつってね。お前の世界には電報と電話しかないのか、みたいなね、そういうふうに思いますけど、っていうね、もうどうしようもないですね。しょうがないから、こう、もう、
僕はですね、まあこれね、大学生の子の話なんですけど、このこいつがいたのはね、まあ、しょうがないから、こう、毎回こう、電話で答えるか、なんかこう、毎回、それさ、メッセージでよくないですかみたいなね、メッセージで送るっていうね、うん。まあなんとなくもうね、長い付き合いやってくるとね、何を聞いてるかなんとなくね、まあわかるようになるので、まあもうあらかじめこう、明日の集合時間は、18時だよみたいなね、なんかもうそういうふうに送ってしまうっていう、そういうこともまあなくはないですね。はい。まあそんな時代もありました。そんな時代もありました。そうなんだっていうね。はい。で、次ね、それはね、大学生みたいなね、まあ、なんだろうな、共同体にありがち。共同体っていう言葉もなかなか使わないけど、まあそんなグループとかにありがちですが、次はね、仕事関係。こう、ホイホイやってってね、まあ、用が済んだら元気でねって言って去っていくやつね。うん。これもなんかちょっとうざいっすよね。なんかこう自分がですね、用があるときはですね、なんか超ね、こう愛想よくですね、愛嬌よくですね、まあ丁重に頼んでくるわけですよ、すごくね。うん。で、そしてですね、まあ、その人の用が済んだらですね、まあ、なんかさっさと去っていってですね、まあ、基本的に LINE も返さないみたいなね、うん。お前仕事だけだ、みたいなね、この人ね、なんだこいつ、みたいなね、うん、なんか、最初はね、この人のね、まあ、大体こうなんていうんですかね、人のイメージっていうのは大体これで固まるんですよ。この人会った時はすごいなんか愛想のいい人だと思ってたけど、なんかこの人冷たいなっていうね。うん。まあ大体多くの人がこう思って終わるっていうね。うん。まあそんなことありますけど、まあそういう人は周りにね、言いますね。これ LINE っていうかまあ、まあ、総じて言うとね、まあ人間関係全般に言えることっすよね。うん。なんか用がある時だけね、こうなんか、こうなんていうんですかね、まあ丁重に頼みですね。まあ女性だったら愛嬌よく頑張りですね、やってくるんだけど、まあ用が済んだらね、まあもう二度と会わないみたいなね、もう二度と会わないしね、口も聞かないみたいなね、そういう人もありますけどね、僕は嫌いです。僕は嫌いですって、はっきり言ったぞみたいなね、はっきり言うこともあります。僕は嫌いです。ね、はい。まあそんな人もいますね、世の中ね。加害者意識、被害者意識が過剰なやつ、こういう人もいますね。まあ、例えばね、誰かと LINE していて、まあ、LINE って本当いろんな LINE の仕方あると思うんですが、短い時間に、まあ、1分、2分、3分、5分ぐらいでね、なんか時間飛んだけど、まあ、それはさておきかな。まあ、なんていうのかな。送っては、すぐ帰ってきて、またすぐ帰ってきてみたいな、そういうやりとりがね、まあ、ある時があると思うんですが、なんていうんですかね。そんな時に、まあ、ちょっとね、まあ、テレビでも見ながらね、映画でも見ながら、まあ、LINE してるとするじゃないですか。そんな時にね、まあ、少しでもね、このテレビの番組の話とかね、映画の話をするとね、なんかすぐですね、この番組面白いわとかね、このテレビとかね、この映画面白いわって言うとね、私と LINE するのはつまらないのみたいなことを言ってくる人ね。まあ、これ非常にめんどくさいですね、普通に考えてね。うん。なんでそもそもさ、自分とテレビの番組っていうものを同列に扱うのっていうね、非常に謎ですよね。うん。なんでさ、自分と LINE することっていう価値とさ、まあ、例えばその映画だったらさ、どう考えてもさ、よっぽど超スーパー有名人でもさ、有名人でしかもその有名人の関係がファンじゃない限りさ、基本的にさ、お前と LINE しても正直言って映画の方が価値あるぞみたいなね、当たり前で俺もそうだよって、お互いそうだろっていう。でも俺にとってあなたはプライベートな関係のある友人もしくは恋人だったりとかするから意味があるのであってってね、それいちいち説明しないじゃないですか、基本的にね。うん、なんでいちいち自分と比べるのみたいなね。なんでそんななんか、っていうね。うん。ってなりますよね。そういう人もね、まあ、まりにいますよね。うん。なんだかんだ言って30キロぐらいしたっていう、まあ、そんなこともありますけどね。はい。で、そしてですね、まあ、LINE のうざいやつ。これ非常にですね、LINE 独特のね、まあ、最後のね、まあ、大取りのネタなんですが、うざいやつね。これ、ねえってまず LINE 送るんですよ。ねえって言って、まあ、ここの次はね、どうしたのなんですけど、ねえって言って1時間無視すると、一時間既読無視するじゃないですか、ね。ちょっと忙しかったりとかしてね。まあ、仕事してる人とかなのよくわかると思うんですけど。まあ、朝出勤するときに見て、ちょっとどうしたのって今聞いてもみたいな感じになって、ちょっとこう、あやべ、もう仕事職場ついちゃったよみたいな感じになって、まあ、ちょっとこうね、まあ、昼休みまで待ってるとですね、既読無視かって入ってるわけですよ。で、そしてですね、そろそろ自分が返そうかと思う頃にはですね、まあ、もういいよっていうね、LINE が来るというね。うん、終わったわ、みたいなね。めんどくせえわ、っていうね。やってけねえぜ、みたいなね。こう自己完結するやつっていうね。うん、もう勘弁願いたいですよね。ねえって言ってさ、ねえ、既読無視かってもういいよがさ、これまだね、まあ、それがさ、まあ、1週間、2週間とかなら、まだまあ、わからないこともない。うん、めっちゃうるさいな、銃声が。まあ、いいや。わからないこともないですけど、このサイクルがね、まあ、たった半日で行われる人とかね、まあ、非常に勘弁願いたいですよね。はい。まあ、そんな風にね、思いますけど、まあ、何はともあれね、そろそろね、PUBG 入ってきたんだね、
まあ、おまけの部分ですね、これ、要するにね。うん。まあ、おまけの部分入ってきましたけど、まあ、それはさておきね、まあ、何やともあれね、LINE のうざいやつ、僕も一通り話し終わったんで、そろそろ終わろうかなというふうに思います。この動画ね、気に入っていただけたら、まあ、まあ、大した話はね、そんなしてないんですけどね、まあ、何やともあれ気に入っていただけたら、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。